立てて、あなたの手を引いて、レクルフ波に揉まれ、今すぐ風になりたい。で、ここからあの賑やかにね。ダダン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 。あと何分？あと30分ぐらいですか。いや、やっとだわ。遠いよ。うんちく調べてくるって。何の？あ、今日の小画面のね。いや、これ、小画面ってもう、イメージとしてはめちゃめちゃ上手くない？好き？うん、小画面、うん、いや、俺、小画あんまり好きじゃないって。なんで？いや、なんか、俺、ガリだけだな、好きなの。マジで。だから、正直、相当期待してないんだよ。ダメじゃん。マジで。着いたわ。着いた。どこだこれ。呼び出し食らってるんですよ。あのエージェント面に、うん。どここれ。大衆。大衆。会長。あ、何にもねえや。もう看板がないですけど、大衆です。それでは呼び出されてるんで。行ってみよう。そう、早めに向かってみます。怒られるんで。とりあえず何にもないね。もうここにあるのは麺へのロマンだけですよ。いや、マジでうまくなかったらやばい。ハードルガンガンガリ上がりですよ。着いたけども大雨ですがな。いや、すごい雨だから。着いた。着いた。どこにいる？お、いいホテルっすね。あっちだ。いる？うん、いる。いらっしゃいますだね。言葉間違えました。いらっしゃいます。あ、どうも。エージェント遠いところよく来たね。今日はこちらは大衆ということで、うん、ここは麺のガラパゴス、海鮮麺の都だ麺。あれ、今日でも生姜麺っていうお話をお聞きしてたんですが、そう、なんと麺のスープに生姜を使うという大胆かつ大胆な麺がある麺、ね。海鮮麺ではあるけれども、スープは生姜だしということですね。そういうこと。今日はスープの革命が起きる麺。ちなみに今日の麺は世界ではどのようなあの認知度というか。ガラパゴスなのでまだランキングには登場してない麺。もしこれちょっと言い訳ビビって点数言わないくらい。こいつもし登場したらベスト10には入る麺。これは賄賂麺。あ、え、賄賂って受け取っていいのかな。すいません、いただきます。お、お、これも賄賂。賄賂でも、あの、言っていいですか、はい、でかくて持って帰りたくないんです。人の迷惑は考えない麺。麺について語らせてもらえれば、まずここの地域があの海に近いのと山に近いのですごく湿気が溜まってですね、あの人々が体中の湿気が出ないんですよ。それをですね、生姜というこの出汁でですね、こう排出するっていうのが一つの目的で、もう一つはあの海の幸と山の幸っていうのはうまくこうね、なかなかこう結びつかないところを、生姜という強烈な個性、強烈なカリスマがですね、一つにラーメンの中で一つにしてるというですね、なかなか、こう今の時代にこのカリスマの指導者が現れてほしいと皆が思っている時代に一番いい麺なんじゃないかなと思っている次第でございます。やっぱり後半10秒噛み癖ありますよ。説明を渡す。終わりました。じゃあ行きましょう。行っておきました。後で動画で見るんで。で、何食う？麺じゃないの？いきなり麺。いきなり麺いかないで、うん、ちょっと引っ張った方がいいから。そうそう、まあ、ビーフンぐらいでちょっとこう様子を。ビーフンいこう。ビーフンも麺といえば麺。海鮮とビーフン最高じゃないですか。そしてビール。では行ってみる。ビール。
結構すごいところに入ってきてくる。大丈夫この店。あら着きました。本日の海鮮ご飯屋さん楽しみでしょう。今日は麺じゃないから、とりあえずは海鮮を食べましょう。これ何ですか。これボックビール。ボックしちゃうぞ。飲んだらボックしちゃうぞ。それダメだろ。ちょっとそれは危ない。でもミニとか言ってる。ミニビールの、まあ、みんなわかるわね。ビールメインブロック。あー、やっぱり夏はボックです。初めて飲んでしょ。初めてのビール。本日のメインイベント、カニ。今日って弁当カニじゃなかったんですか。カニですよ、今日は。今はカニ。それでもいい。カニ、カーニバル。お、あの、もしかしてロバート・カニーロさんですか。ね、さすが、やはり服の色までカニ色ということで。いかにも。あ、名乗りが遅れました。ロバート・カニーロです。はい、まあ、あのいとこがロバート・カニーロです。はい、ゴールでちょっと似てらっしゃるっていう。いや、よく言われます。あ、そうなんですか。はい、2個上かな。あ、向こうの方が。なるほど。お母さん方の方ですよね、確か。あ、そう、そうそうそう、そう、詳しいですよ。責任者。何この洗面器。責任者いる。で、やば。この洗面器サイズなんですかこれ。これはいいよ。しかも海鮮麺だから。これはあの生姜麺になってらっしゃるのか。いや、それは食べてみないと分かんないけど、見た目からすると生姜麺っぽいね。いきますよ。はい。うん。うまっ。明日行くとことどっちがうまいですか。明日。ありえないぐらい生姜入ってる。え、でもこれも生姜麺なんですよね。これも生姜麺。4時間、ね、それでは上海から4時間かけて。そう、はい、まあ全工程5時間ですよね。うーん、生姜の味はめっちゃするけど、これが、うん、一応基準ですね。うん、基準していこうっていう。なるほど、わかりました。これを軽く超えてくるんだ。さらに生姜味ってこと。もうね、もうレベルが違う。いや、結構生姜が苦手な人にはきついかもしれない。無理だね。じゃあ、明日が楽しみですね、バイニーさん。楽しみ。よし、朝ゆっくりダメですか。え工場。明日の朝何時に出発なんですか。7時、7時。3時半か。まあ、譲って4時。おはようございます。はい、今朝の3時半です。昨日寝たのが夜の12時半。3時間睡眠時間、それもこれも全て生姜ラーメンのためでございます。とりあえずもう出発なので行ってみましょう。まあとりあえず僕が一番でしょう。まだ集合時間の15分前です。まあいないでしょうね。Good morning, everyone. Good morning, everyone. 背中が痛い。これさ、うん、あんちゃんパニーさん来てないんじゃない。可能性大な。大でしょ。うん。しょうがないね。あんまり期待してないんだから。いや、あまりの眠さに。3時間半しか寝てませんよ。うん、そうね。どうする。なんかいつもちょっと早めに来るもんね。うん、でちょっとタバコとかの辺で吸ってるもん。うん、外にいるとか、まさか。あ、それはありえない。いないようです。いねえし、晴れてるし。これは出発時間ちょっと遅らせるしかないか。遅らせましょう。じゃあちょっと部屋行ってみよう。うん、急ぎます。映せないじゃん。モザイク入れなくちゃいけないじゃん。
大成功でってでーすいませんでした。 Good morning every man。 5時、5時そう、ちょっと見して、ちょっとその証拠見して。はい、5時9分早い。朝はこの大衆の文化の中心たる石造りの町に行きます。なんとそこはイタリアっぽいそうです。のんびり行きました。のんびり、どうせラーメン食うだけの旅なんで。何分ですか車来た。ちょっと今ね、4ドルおっしゃ出発。おっしゃおっしゃ行くぜ行くぜ行くぜ。なんとかの街、石造りね。何分かかるんですかその石造りの街まで。1時間19分。1時間19分、タクシーで1時間19分、高速使って。うわ結構遠いね。そう、何キロあるの。53キロ。でこれは素晴らしいんじゃないですか。すごい、ここは中国かっていう感じの。ここめっちゃいいね。まさにイタリー。完全にドローンを忘れたのはこれは失敗ですね。石でできた建物がこの伝統ある建築のやり方の応用でございます。僕は建築は詳しくございませんが、この石造りがこの大衆の特徴だそうでございます。バニーさん朝飯洗濯係。いきなりあるけど生姜麺。生姜麺あるじゃないですか。麺、お米つみえ、つみえ、うん、つさま麺、お茶が、啊，江南素面。江南素面你们吃不来呀？是吗？食べれないんだって僕らじゃ。地元の味すぎちゃって多分。だからそのあれでしょ？事務所が言ってた辛すぎ、辛すぎて食べれないじゃん。要吧。试一下吧。试一下可以。啊。一份那个江南素面，一份江子飘蛋，还有一个是，これ言ってみる。还有一个是那个三分夹。なんかさっき。俺らこの生姜麺を拒否されたんだけど、なんでだろうね。やっぱりあのここ来た人が初めて食べるとそのスープ飲んでなんじゃこりゃってなるわけですよ。生姜がきつすぎて。あ、もう辛いんだ、飲み込めないってこと。うん、で金返せとか、うん、そういう話になる。揉めるから、うん、先に言っとくって、ね、もうあなたたちは食べれないよ、うん、口に合わないよ。それでも食うやつはもう文句言わないじゃん、うんうん、それぐらいきついんですよやっぱり。うん、覚悟してください。行ってみよう。江南素麺。おお。はい、ええ、生姜麺です。ご超生姜の匂いする。行きましょう。あったかいうちに。それでは生姜麺。行きましょう。うん、初生姜麺。地元の人が食うなと言った生姜麺。そう。そして麺といつ？これは、うん、ビーフンじゃねえ？昨日もそうだけど。すごいです生姜の香り。この飲めないよと言われたスープです、うん、スープからいきますね、うん、目の覚めるような生姜の辛みです。すごい辛いんだ、うん、口の中が天国です。そしてこの細麺、はい、レボリューション。だから今まで食べたことない味だから、なんと表現、戸惑いです。まず来るのは戸惑いです。そして来るのがうまっていう感じですね。あ、そう、うん、じゃあスープとしての味もあるってことか、うん、そうだってちょ抑えてくれたと思う。やっぱり外人だから、ちょっとまだ弱いな。本領発揮はしてない。本領発揮してない。この後行くとこすげえ。じゃあバニー先生よろしくお願いします。いただきます。お願いします。
あ、そう、うん、一瞬戸惑い来るでしょ。うまい以外で味を表現すると何味ですか。辛い。何だし。まあなんかこう魚のだしとあのエビのだしとそれから油の味、うん、あとこのなんだっけ、椎茸、椎茸の味。椎茸。あ、我有朋友。我有个。我有位。我有位。这些呀，我有朋友，什么东西？他说你们点了什么东西，还剩下的还有什么东西？香香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 香この牛元大衆の名物で、あの卵、生姜卵。あ、これな、これも生姜なんだ。そう、これも生姜。生姜尽くしだ。これだ。こっちの方がびっくりする。あ、そう。なんだろう。甘い生姜と生姜蜂蜜と卵とだね。蜂蜜？ぐらい甘い。砂糖が入ってる。ちなみにこれどっちの方が美味しい？こっちです。でこれよりも今日お昼行くところは絶対美味しい。格が違います。これを、うん、お餅だ。で手でもぎまして、そしてこのお餅をこのプレス機でプレスする。十分美味しい。肉、ビーフ、もやし、豆腐残したやつ。这是蛇介味。芹菜。还有洋葱。哇，好看。好看呗。嗯。最后他的油条。甘い。好了。はい、来ました、うん、これはですね、大変珍しい味で、山粉バサミって言うんですけど、ちょうどうまいとまずいの間にある食べ物だと思います。食感はいい、うん、団子？山芋、うん、醤油味、決してうまくはないけどまずくもない。これ行こう。それ行こう。この巨大餃子みたい。はい。一口目。餃子。バニーさん行ってみよう。いただきます。多分恐ろしく味がないんじゃない。いや、味はある。あ、そう。なんだろう。お餅。具が入ったお餅っすよ。ユーティオも行こう。ユーティオも。そう、あ、いいね、わんぱくだね。コンビニで買ったら後悔する味。うん、なんか餅感はない。マヨネーズかけたい。マヨネーズかけたら多分激変すると思う。味が2個ぐらい足りない。だいぶ。いや、いい朝飯でございました。もう僕はここからこの素敵な街を写真で収めたいと思います、もし時間があったら私のインスタグラムフォローのほどよろしくお願いいたします。そしてこの人もインスタグラム頑張っております。てへインスタグラムの ID は、ゾウシャン。シェシェニア。おお、着いたね。ホテル着いた。30分後30分で支度して、マニーさん30分後、はい、一回休憩して、うん、オッケー。その後ショーガンメーンですよ。本編です。本編メーン、本命のショーガンメーンにたどり着けます。やっとです。一番最後に本命が来るっていうのはなかなかいいですね、うん、締め。朝食べたのと比べましょう。そう、今日は間違いなく大衆一の生姜麺と言ってよろしいでしょうか。もちろん、そこに行くために来たわけでございます。よし。楽しみ、楽しみ。マジで、マジで楽しみで眠い。行こう。
きつわ。店名は、はいはい、世界一の生姜麺、すいません。海鮮醤タン麺、上海这个汤面米线还是面？面面，都是面是吧？啊，可以选那个米线的，还是面吧？米线，我们这边当地人是吃米线。啊，你原来吃过江南面吃过没？吃过啊？吃过，吃过就没事了。不吃了，我就给江南稍微少一点。啊，可以可以，我们可以吃。谢谢谢谢。谢谢。店内はこんな感じです。全体的に生姜色って感じです。本当に。ちょっと生姜色。もう。なんていうんですか、店内がすべて生姜の香り。きたやっぱりお休みですから飲むしかないでしょ。じゃあ行っちゃいます。じゃあ、メインブラック、ブラックメインブラック、うまし。ちょっとメインブラックの中でもカテゴリーが違う、だからガラパゴスと言われてるんです。なるほど。うわー、来た、来ました。うわー、すごい色とりどり。これあんまうまそうに見えないよ。今だけちょっと待って、今なんかすごい出たけど、あんまりうまそうに見えない。だって見て見て見て、これさ、映えない。同じラーメンに見えないよね。まず麺を見ていただきたいんですけど、この手打ち麺、これはね、いい麺ですよ。これこの麺は本当うまそう、うん、そしてこの生姜スープがどれだけあれかって話ですよ。では直に行くんですね。行ってきます。メインブラック、ブラック、うん、すげえ生姜。じゃあもうバニーさんもガンガンいっちゃいましょう。いっちゃいますか。熱い、重い。味は、じゃあ生姜はきついですか。そうか、今日強烈。あ、強烈。そして海の出汁がすごい。それでは、うん、生姜がすごい。生姜がもうかなり持ってってる。とてつもないものが入ってるじゃないですか。卵さんです。うわ口の中が地獄です。ちなみに何の海鮮が入ってますか。干しエビ、はい、エビ、はい、卵、はい、卵海鮮じゃねえ。マテガイ、マテガイ、イカ。おお、すごいって感じです。さあ、バニーさんの評価はいかに。エージェントバニー。あ、ちなみにね、まあ、昨日も食べたでしょ、うん、で、今日の朝も食べた、うん、で、これその中では、一番うまい。お、来た。どうですか、ラーメンという評価としてはどうですか。なんか塩味が薄いちゃんぽん、生姜大量入りみたいな。これすごいね、発汗作用が。サウナ行ったみたいな。滝汗ですよ。でもすげえ辛くない。そう、あ、すごい汗が滴ってもうね、汗がジンジャーじゃないですよ。おお、しょうがないな、今日は許してやるか。ありがとう。はい、もしもし。私だ。あ、どうもどうも、お疲れ様です。次でメインブラックで行く場所が決まった。え、マジですか。安徽省淮南、ニューロータンで有名な麺の都だ。おお、ということは牛肉ってことですか。牛肉スープ、しかしそれに合わせる麺が最強なのだ。おお、じゃあもう調査に行かない手はないですね。麺が我々を呼んでいる。あの麺を食べずして中国麺は語れない。世界一の麺が待っている。了解しました。じゃあまたバニーさんにも連絡を入れておきます。 ASAP でお願いします。了解しました。それではメイン
ブラック。というわけで次はホワイアンの牛肉麺だそうです。お楽しみに。それでは。